今回は話題の新作、人気ハンディファンを4つ紹介します。暑さや湿気に悩んでいる、自宅でも外出先でも涼みたい、人気ハンディファンの違いを知りたい、そんな方々に参考になる動画になっています。風の吹き方やサイズの違い、収納性などを踏まえて詳しく紹介します。ビチェコチャンネルでは実際に購入して使った美容アイテムやシャワーヘッドを紹介しています。 インスタグラムで使い心地や効果について紹介していますのでコメントやフォローをいただけると嬉しいですチャンネル登録や評価もお待ちしていますこれがフランフランのフレハンディファンです今回紹介の中で最もオーソドックスなハンディファンです他の3つに比べるとサイズは大きめですがその分大風量で効率よく進めます モードは6種類でリズム風にも対応しています。 他の3つに比べると全体的な騒音が小さく周りに人がいる環境でも使いやすいです付属の専用スタンドを使えば卓上ファンとして使いつつ充電もできますストラップも付属されていて外出先でも安全に使いやすいですフランフランのハンディファンは別売りアイテムが充実していておしゃれにいろいろな使い方を楽しめます カラーバリエーションが10種類と豊富な点も魅力です。これが 3COINS のペルチェハンディファンです。今回紹介の中で唯一冷却プレートに対応しています。フレハンディファンに比べるとかなり軽量コンパクトです。モードは弱風、強風、微風プラス冷却の3種類です。 コンパクト設計な分全体的な騒音は大きめですが微風プラス冷却モードなら騒音を抑えながら使えます冷却プレートは13度前後まで冷えて他のハンディファンにはない冷たさを体感できますカラビナがついているのもポイントで バッグにかけたり卓上ファンとして使ったりといろいろな使い方ができます冷却性能重視ならペルチェハンディファンが便利ですこれがフランフランのフレスマートハンンディファンです。今回紹介の中で唯一モバイルバッテリー機能に対応していますモードはフレハンディファンと同じ6種類です 注目なのが2つ折り機能です。コンパクトに持ち運べる自在に角度調整して使える卓上ファンとしても使いやすいなどのメリットがあります付属のネックストラップと併用すればハンズフリーで顔付近に向けて使えますさらにモバイルバッテリー機能付きでスマホ充電などにも対応でき場所を問わず年中活躍します フレハンディファンほどではありませんが、別売りアイテムやカラーバリエーションが充実しています。これがスリ c o i n s のロールネックファンです。今回紹介の中で唯一2箇所から風が発生します。モードは弱風、中風、強風の3種類で、他の3つに比べるとシンプルです。 構造上風の吹き方は特殊ですがネックファンとして使う時はほとんど気にならないです。全長38センチほどのフレキシブルホースを伸ばして首にかければハンズフリーで首横回りを冷やせます。ネックストラップを使ったハンディファンよりも首回りをしっかり冷やせる印象です。 推奨された使い方ではありませんが、かける、並べる、巻きつけるなど色々な使い方ができる点も魅力です。極端にねじらないこと、30度以下に曲げないことに注意しながら色々な使い方を試してみましょう。 今回は話題の新作人気ハンディファンを4つ紹介しました。どのハンディファンも軽量コンパクトで収納性が高く自宅でも外出先でも使いやすいです。ただ使いやすさはシーンによっても異なるためいくつかのハンディファンを使い分けるのもおすすめです。ぜひ参考にしていただけたらと思います。 他のハンディファンとの違いを知りたい、購入先を迷っているなどありましたら、気軽にコメントいただけたらと思います。ピチェコチャンネルでは他にも便利な家電や最新アイテムを紹介しています。ぜひプレゼント選びの参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。